ピオキングです。今日はですね、超難しそうな1の1やっていきますか。で、今言った通りですね、今日は一発マリオでもトロールコースでもありません。すべて針とピース1とそしてピンクコインで作られたこのコースやっていくんですけど、クリア率 0.16%、 マジで超激ムズだと思いますこのコース。たまにはね、こういうコースもいいかなと思ってやっていくんですけれども、正直僕の腕じゃね、クリアできるかわかんないんですよ。おそらくピンクコインを全て取ってからゴール。あ、違うじゃん。っていうことはさ、ピンクコインを何個か集めて鍵ドアが最後にあるじゃない、そしてゴールができるみたいな、多分そんな感じだと思うんですけど、一回さ、ピンクコインを集めないで普通のこのBジャンで行ってみる。むずい。ちょっとガチで行くわ。結構無言になってしまったら申し訳ないんですけど、こういう風に、あ、なるほど、パッくんは土管の中に戻らないのね。っていうかね、最初からやっぱりね、このピンクコイン集めてった方がいいと思う。最後絶対これ鍵ドアがあると思うんだよね。ただどういう風に鍵ドアがあるかなんだよね。ピーズにゃい、いけ、よし、はははは、ぶつけ、相当ぶつけ。ここで、ここでクリボー乗ってピンシャン、ほっ、いや、ここはどうすればいいの、クリボーで埋めばいいの、ジャンプ、うまっ。何あの右下のドア、あのドアに入るってことかな。で、ここでクリボーを踏んでピーを踏んでジャンプで、どうすりゃいいの、どうすりゃいいの、こういう感じか、こういう感じ。いや、むずけーよ。あのドアに入ったらゴールでいいのかな、絶対違うよね。そんなことないと思う、まだ続いてると思うんだよね。今日でマリメ人生終わるかもしんない。もうこの達成感やばいよ。このコースをクリアした時の達成感やばいよ。で、ここでジャンプ、こっからピーをちゃんと踏んで踏んで踏んで、で、左にこっちでいいのかな、ここ、よし、で、どこ、何、どうすりゃいいの、うわ、ぜっぜっ、うまくない、やばい、ちょっと、いや、大丈夫、ほっ、初見でこれはなかなかうまいんじゃないですか、ほっ、頼む、このままゴール行かせてくれ、ふんふんふん、やっはっはっは、意外と早くクリアできた。あー、めっちゃ汗かいた、これ相当難しいよ。いや、正直言っていいですか、多分ね、今の編集したらおそらく 2,3 分ぐらいだと思うんですよ。意外と早くクリアしてしまいましたから、他のコースもやっていきたいと思います。でも今日はさ、あの、最初トロールも一発マリオもしないって言ったから、他のコースちょっとやっていきたいと思います。さて、どのコースにしようかな。はい、それじゃあ次はですね、このコース結構面白そうなんですよ。毒キノコと友達って書いてるコースなんですけど、クリア率はですね、意外と低いで、夜ステージだからね、毒キノコが追っかけてくるのをね、どんどん逃げていってゴールを目指すみたいな感じだと思うんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。どんな感じなんだろうね。あら、スタートっていいの。そういうこと、これある意味トロールじゃないですか。よし、それじゃあスターを取らないでいけってことか。これは簡単だよ、ある意味死に耐久みたいなもんだね。やべ、これめっちゃむずい。これさ、なんでスター取ったらさ落ちる仕掛けになってんの、それがね、わかんないよね。これジャンプしたらいけないってこと、いや、そういうわけじゃないか。じゃあ本当にスター取ったらダメなんだね。スター取って、いや、ちょっちょっ、いやースター取ったらなんかボム兵と繋がるって書いてたね、なんでだろう。ほっ、よし、あの、あそこ抜ければ楽勝。よし、で、次上から、で、次はこの壁登ってって、シャガクルン、そこでシャガクルンやった。シャガクルンってなんだ、シャガクルンって初めて言ったぞそんな日本語。じゃあここはスターを通り過ぎるのを待っておいて、で、ここもスター通り過ぎるのを待っておいて上に行く。危な、これはジャンプしておけた方がいいね。よし、オッケー、中間欲しいね、ここ中間ないの、あれ、なるほど、ここで右の音符ブロックかな、右の音符ブロックのところまで毒キノコを誘導して鍵を出せって感じだね。一旦毒キノコここら辺までやっておいて、そう、止めておく、そんで右に行こう。はい、行ってくれ。むずい、早めに行った方がいいね、この辺かな、よし、オッケー、で、ここで右、なんで出ない。
いの。あ、左上か。左上のこのロープブロックを叩けばいいのね。オッケーオッケー。うわー楽しいね。久しぶりにこういうバラエティーがあふれるコースしたら楽しいね。しかも毒キノコ、毒キノコじゃねえや、このファイヤーボールもらいました。そしてどうすればいいんだろう。こっから毒キノコに当たっていくなみたいな感じかな。いや結構これは簡単なんじゃないの。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。よし、で次は右に行こう。わっ、これ最初さえ抜ければ多分大丈夫。ほらほらほら、一回当たっても、何回当たってもヨッシーにあの乗り直せるから。待って待って待って、ヨッシーよし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 。これヨッシー食べれるんだね、毒キノコ。じゃあこのまま食べていこう。で土管に入ります。やった、また循環くれるんだ。このアイテムは、このアイテムはファイヤー、これ当たっていいんじゃないのかな、何回か。ねえほら、ちょっと待ってね。まあ当たらないでいくけど、ちょ、あっせ当たってはないよ。落ちただけで当たってはない。でこのままもう右にダッシュしていったらゴールがあるっていう感じでしょ。ちょっと待ってね。ほっ、おい、やったここ楽しいね。いや、てか下から行けんじゃねえかそういえばですね、一発マリオやらないって言ってたんですけど、結構前にですね、あの DM でこのコースのですねクリア方法がわからないからやってくださいっていうコースがあったんですよ。ちょっとそれやっていきますね。はい、それじゃあこのコースですね、見るからに難しそうだね。ちょっと詳しく見る、見ていい？おそらくピンクコインを5個集めればいいのか。ピンクコインを5個集めて鍵をゲットしてゴールっていう感じだね。それじゃあ早速やっていきましょう。うわこれむずいよ、ハリケーンはむずいよ。一旦この場所に行って、ここはシャガちゃんで行けるのかな。ほう、その2マス飛びっていうのが多分必要になってくると思うんだけど、2マス飛び僕仕切らないもんな。じゃあここまではね簡単なんだよね。1個目こっからだよね、難しいのって。どうしよう、右下にこう滑るようにジャンプできないかな。こう、うわダメだよね、ここむずいよね。それじゃあここは左のこの陸地まではいいんだよね。でこの真上のコインも簡単に取れるんだよね。こっからだよね、こっからどうしよう。シャガちゃんって右に行けるのかな。ちょっと試してみるね。めっちゃちっちゃくシャガちゃんしてみるね。こんな感じ、いくよ。ほっ、よし、うまい。でここで右に、うわここむずいで、ほっ、いやはははは、惜しい、もうちょっとじゃなかったっていうかね、今気づいたんだよね、最速クリア見て3秒。意味わかんなくない、もう3秒意味わかんなくない。もうクリアしてんだよ今。もう495でしょ、494ってなってるんだけど、3秒でどうやっていくんだろうね、これ。スターとかあるんじゃないのねうわ3秒すごいな。走ってこうやってジャンプしてもう右上にすぐ行く感じかな。3秒だよね、もうこうやっていく感じじゃないの。もう速攻でもう右上のコインまで取っていく。それで行ってみよう、3秒コース行ってみよう。ほらほらほら、こういう感じでしょ、今みたいな感じで行くんだと思う。なるほど、わかりました。これの簡単なクリア方法はこういう感じ。おいおい、うわ惜しい、もうちょっとだと思うんだけどな。多分超ギリギリに設計されてるんだろうね。やべ、いけんかもしれんこの方法いけんかもしれん、あの方法。なんで普通にとりあえずクリアすることが目的だからね、普通に行ってみよう。こっからだね、こっから右に走ってジャンプしてコインだけ取ってここに戻れるかどうかが勝負。いきます、ほい、やっはっはっは、よしよしよし、ここからちょっと待ってね、集中します。ほっ、落ちるときにあのブロック、ちょっと印つけるね、あのブロックのところを通り過ぎたら左押す。それでいきます、やったあとは戻るだけだね。大丈夫か、戻れるのか。はっ、いや、いけるはず、頼む、集中するね。うわっ、怖い、あと1回、あと1回だよ、はい、やったこれでゴール。うわ最後の最後にぶつけそう、これはシャガちゃんでここ行くよ、やっはぶつけ
もうクリア方法は分かったよね。ね、ツイッターで DM くれた方、もういいよね。マジむずいんだって。なんか上手くなってるけど、ここまで。もう一回いきます。さて、ここまでは結構来れるようになりました。で、こっからもうちょっとジャンプ力がいるってことかな。いきますよ。おい、次こそ行くよ。これいけんかったらカットするね。頼む頼む。やったいや、よかった、クリアできました。いや、これ相当難しかったね。もう難しいの良くない？なんでこのスピードランクリア率 2.41%、 これを3回、いや7回以内ぐらいでゴールしてみせましょう。神々。それじゃ早速やっていきましょう。まあスピードランだからね、うん、そんなに難しくないと思う。 2% 台のスピードランできたらね、まあそんな難しくないんですよ。あ、ノーね、っていうかこれコイン条件あるんだね。350枚って言ったらさ、おそらくだけど全部取っていかないけないんじゃないの、このコインを。そうだったら結構厳しいよね。いける？うわ、ちょっと取り逃してるのか。大丈夫かな、このままいけるかな。そういう問題じゃねえね。さっきこの辺だったよね。ここで空中スピン入れておくみたいな。あ、これでいいのか。ここでスピンジャンプのスピンジャンプ、そう、うわ、ちょっと取り逃したね。大丈夫かな、いける、いけんのかな。うん、よし、で、いやー、やったはい、それじゃあ最後のコース、新着コースから適当に選んでいきます。どんなコースが当たるかは僕もわかんないんですけど、この運っていうコース楽しそうじゃない。説明文はだけだよ。2文字でコース名と説明文出来上がってるからね、このコース。キノコ8、名前の方が長いからね。どんなコースなんだろうね。簡単そう。すげえ簡単そう。見て見て、このコース。いや違うんだって、違うんだって、これはただのあのボンミス。だからこのスターを取って下のドクロコースターに乗っていったらゴールができる感じじゃないのかな。そういう感じでしょ。いえ、一番乗り。あ、ちょっと待って、もう一個面白そうなの見つけた。キノコっていうこのコース、謎じゃない？詳しく見るを見ても謎なんですよ、このコース。本当にこれで最後にするね。ゴール条件はなかったね。ちょっと待って、この鍵を取ったらさ、ゴールまで行けるみたいな、そんな感じじゃないんかな。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。